さあ、時刻は午後1時を回りました。ここからのお時間はラ・モエコショーお送りします。ということで、はい、パーソナリティはラ・モエコさんです。こんにちは。今日もよろしくお願いします。あっという間に11月です、はい、ね、早かったですね。早かったですね、うんうん、なんか前回あの結構ほら10月が5週あったから、うん、次が長いねとか言って、うんうん、次までが空、はいはい、きますねとか言ってた気がしたんですけど、うんうんうん、もうあっという間でした。あっという間早い。そして今日は急にぐっと寒くなって、うん、ねえ、ね、そうそう、昨日結構あったかかったから、そう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 、昼間今日外出たら冬じゃんと思ってすごいマフラー出して急に寒い、ね、一日一日の温度が違うという、ね、びっくりしますね。びっくりしますね。それこそ昨日ですね、うん、まあ、暖かかったので、うんうん、別に あれなんですけど、あの萌子さんみたいなスカート、はい、なんか夏の感じの、うん、多分萌子さんだからの、はい、なんか生徒さんとかじゃないんですかね、うん、なんかそういうスカート履いた方が歩いてらっしゃったんですよ、うん、あ、本当、うん、あ、私じゃないと思う昨日はそんな格好してなかったなんか生徒さんだったりね、こう見た瞬間に、うん、あら、フラメンコの方かしらっていう、そうですか、そんな感じの方がね、街を歩いていまして、あ、本当に、うん、ああいう姿を見ると冬はやっぱり、うん、あの外では似合わないですね確かにね夏のイメージがありますけれども、確かに、はい、今日もですねお届けしていきたいと思います、はい、この番組は第2、第4木曜日の午後1時から、うん、提供はバスティリーチップマンクグラシアフラメンカの提供でお送りします、はい、さて、まゆこさん、うん、あの今話題の歌舞伎を見に行ったんですって、はい、そうなんですよ、うん、平成中村座、はい、もうまさに昨日行ったばっかりで、もうね、私あの実を言うと歌舞伎見たことなくて、うん、すっごいだからこそ楽しみだったんですけど、はいはいはい、いやもう想像してた以上に面白くって、うん、へ、もう感動して、初歌舞伎でした、うん、で私あの親戚がね、うん、大衆演劇をやってる親戚がいっぱいいて、はい、まあ、うち あの祖父がやってたんですけど、もともとだからその大衆演劇とかはすごい馴染みがあって、うん、ちっちゃい時からね見てたから、うん、最初昨日もね、あの前半が、あ、大衆演劇みたいじゃなとかってこう見ながら思ってたら、ところがもう中盤から、はい、もうザッツ歌舞伎、あ、これが歌舞伎なんだみたいな、なんか本当に立ち回りのシーンとかがすごくて、であの中村勘九郎さんのもう本当とりこになっちゃいましたね、へ、すごかった、もう涙が、熱くなった胸が。私は平成中村座には見に行ってないんですけれども、うんうんうん、でもなんかこう見やすい歌舞伎、うん、なんか昔ながらの歌舞伎じゃなくて、うん、もう中村座自体がこう一般の方々も分かりやすいような感じの、うん、すごい分かりやすかったですね、うんうんうん、へえ、そう、ちなみにどんなストーリー、はい、大まかに大まかにストーリーはね、なんか小笠原騒動っていうタイトルだったのかな、うん、なんか小笠原藩のなんかそのお家騒動がテーマで、でもなんかね、こう人を殺めたりして、それがね幽霊になって出てきたりとか、うん、なんかそういうなんていうんで、こう裏切られたりとか、まあ、あの演劇あるあるかもしれないんですけど、そういうこうで最後悪者がね、うん、捕まるっていう、でその悪役を勘九郎さんが演じてたんだけど、まあでも、すごい分かりやすい流れで、うん、ね、で目で見ても楽しませてくれるし、はいはいはい、でその客席とかでも演じたりとかして、うん、そのお客さんも巻き込んでの本当になんかね、いや素晴らしいなと思って、で最後、あんまりネタバラしない方がいいか、うん、最後すごい演出があってね仕掛けがあって、もうそれでまた感動しちゃって、本当にね、ぜひ機会あればね見に行った方がいいなと皆さんに勧めたい。もうチケットがないってそうなんですよ、ね、言ってますもんね。そう、もう満席、昨日もね本当満席状態だったし、はいはいはい、あの広さにあれだけの人が入ってて、うん、あら、もう一個頑張んないとと思って全然あの比べ物にもちろんならないんだけど、いやいやいや、でもその伝統芸能っていう意味では、うん、まあフラメンコはねスペインのものなんだけど、うん、そうやってその
伝統を守っている人たちっていう、うん、なんかその姿にねまた感動したりとか、うん、でそのフラメンコもやっぱりこうずっと受け継がれてきたものじゃないですか、はい、だから全然ジャンルはもちろん違うし国も違うんだけど、うん、なんかまあ私もそういう、こう伝統の一つに携わらせてもらってるものとして、うん、なんかその芸術というか芸能の世界のこう、まあ、良さというか素晴らしさとか、うん、そので人に与える感動だったりとか、うん、まあ、そういうのをね本当すごく熱く感じて、うん、うん、もうねエネルギーいっぱいもらいましたよ。いいですね。よかった。良すぎた良すぎた良すぎた本当に。何かその中で影響を受けてフラメンコに通じていくものとかありそうです、うん、なんか。あ、でもね、あのほら見栄を切るっていうか、うん、あるじゃないですか、はいはいはい、歌舞伎独特のああい う, こう動き、でそのなんていうかな、あの横でこう木を打ちつけてる方がいて、はいはいはい、でその役者さんの動きに合わせて一緒にそれをやるんですけど、うんうん、その間の取り方とか合図みたいなのが、うん、あ、フラメンコっぽいなってちょっと思ったんですよ。あ、うん、ま、この合図まあ、フラメンコも、フラメンコも、うん、そうそう、あのちょっとしたこうなんていうか、いろんな決まり事っていうか、うん、あって、でそれきっかけで、例えばみんなが一緒に泊まったりとか、うん、なんかそう盛り上がっていくところがこっからだよみたいな、はいはいはい、なんかそのちょっとした合図があるんですよね、うん、だからそういうのがこうその中で決められてて、うん、でなんていうかな、演じてる人だけじゃなくて周りみんなで、うん、ね、歌舞伎もほら生演奏でやるし、はい、なんかそういう意味ではちょっと通じるものがあるのかなとか思って、でなんかね、そうい う, こう歌舞伎のスタイル、まあ、フラメンコどっかに入れれたらね面白いんだろうなって、その片足でこうトントントンってやったりとか、はいはいはい、あるじゃないですか、こう独特のね、ああいうのとか、なんかちょっともう少し研究してみたいなっては思いました。まあ、確かにあの、うん、フラメンコを広げるためには、うん、日本の芸能もちょっと取り入れると、そうそうそう、ね、あ、なんか面白いなっていう感じで、うん、そこから入り込んでくれる方も、そうそう、そうなんですよ、ね、だからね、いろんな可能性やっぱりあるし、ね、やっぱこういうあの芸能をたくさん見るって大事だなと思って、うんうんうん、本当に良かったんですね。本当にすっごい良かった、ね、で実はね明日も行くんですよ、うん、あら、そうなの。そんなにチケット取れてるんですか。ただね、うん、あの昨日は夜の部だったんですけど、はい、明日は昼の部を見に行くので、うん、演目が違う、演目がね、うん、全然違うみたいで、明日はあの3つあるのかな、なんか、はい、あるらしいです、それはそれでちょっと楽しみ。前もって自分でチケットを、うん、そう、あの、うん、もう本当にね今年入ってね、うん、いつだっけ、なんかもう夏ぐらい、夏前ぐらいかな、はい、あの11月にね小倉に中村座来るよっていう情報を仕入れた時に、うん、絶対見に行きたいと思って、うん、その芝居小屋を建てて実際に、はい、もともとあるそのね据え付けの劇場じゃなくて、はい、そういう本当に小屋を建てて、うん、江戸時代のそういうのを再現するみたいな、うん、で私古いものとかがすごい好きだから、うん、そういう再現されたものであっても、うん、なんかその中も見てみたいと思ったし、で、まあ、歌舞伎も興味があったから、はい、これは見に行かないとと思って、本当に運よくねチケットも取れたので。中どのくらいのキャパなんですか、あそこ。なんかねちょっと数えてみたけど、うん、多分1000は入りそう、うん、外から見たらなんか舞台のこととか考えてって、うんうんうん、そんなに1000も入らないのかなって。意外と広かったです、中は。本当ですか。で2階席もあるし、うんうんうん、1階ももう、もうびっちり座席があるから、うんうん、ねえ、なんかこんなできちゃうんだなと思って、こういうのが、そう1ヶ月ぐらいで、多分1ヶ月かかんないぐらいで立ってたのかな。いつの間にかできてて、いつの間にか完成みたいな感じでっていう感じですもんね。だからすごいなと思って、これを持って回ってるってすごいなと思って、うん、だからあの建物を、まあ、取り壊してまた違うところで使うんでしょうけれども、大変だなと思いながら、ね、いやでもやっぱ素晴らしいことだなと思って、うん、たくさんの人にねこの日本の伝統芸能をね、うん、もっと若い人とかも、でももっと気軽に見れるとね、やっぱチケット代がかなりね、うん、あの高いの で, いで、やっぱりこうある程度余裕のある、ね、大人の方しか見れないのかなっていうのがちょっと残念な気もするけど、うん、でも本当にね素晴らしかったので、うん、ね、まあ、日本の伝統なのに日本人あんまり歌舞伎見に行かないですもん ね,、うん、ねえ、どうなのかな、ね、やっぱファンの方はね根強い方はいっぱいいらっしゃると思うんですけど、うん、まあ、まだまだねなかなかその全員がっていうことにはなってはないと思うので、うん、
もっとね若い人がね、うん、見てほしいなと思いました、うん、フラメンコはどうですか、うん、フラメンコもだからやっぱりね、うん、似たようなものっていうかでもまあ全く違うんだけど、うん、結局その知ってる人は知ってるけど、うんね、知らない人は全く知らないっていう、うん、そういう本当にもう二分されてると思うから、うん、もっとこう誰もが知るものっていうか、うんね、なんかこう本当に普通に日常的にみんなが親しめるものになってほしいなって気持ちはずっとね、うん、ありますね、まあ、今の話ではその日本の中の話みたいな感じだったんですけど、うんうん、発祥の国としては、はいはいスペインではやっぱりでも歌舞伎みたいな扱いなのかもしれないですね、うん、そのスペイン人がみんながみんなフラメンコ好きっていうことでも多分ないだろうし、うん、好きな人は好きだけど、うん、全然あの見ないっていう人ももちろんいるし、うん、なんかどうなんでしょう ね実際はね文化の一つとしてあるけれども、うんまあ、一般、まあ、大衆の方々に受け入れられてるかって言ったら、うんうんあ文化としてあるなっていうぐらいの認知かもしれない、ね、でも、まあ、あのフェスティバルが大きな、うんあのうん、お祭りとかが結構その、はい、毎年じゃないか2年に1回あのセビージャっていうところであってたり、はいまあ、あの毎年ヘレスっていうところではフラメンコのそういうフェスティバル、うん、やっぱりやってたりはするので、うんあのすごく認知はされてるはずなんですけどねそう考えると歌舞伎よりも、うん、そのスペインの、ねうん、フラメンコの方が認知されてて、うん、って盛り上がるっていうか、うん、もしかしたらあるかもしれないですね、うん、だって歌舞伎ってそんなに大きな、うん、その大会じゃないですけれどもないですもんねあ確かにそうです ねこうみんなを巻き込んでのっていう、そうですね、もう本当に箱に行かないとっていう感じがありますもんね、確かにそうかもしれないですね、うんうん、じゃあフラメンコの方が、まあ、国として国が違いますけど、うんうんうんまあ、ちょっとこう文化的には認知されてるってことなんだ、うん、そうかもしれないですね、なんかそういうことでは、まあ、日本の芸能もこう広がってほしいですよね、うん、そうです ねもう本当世界を股にかけてこう、ねうん、いろんなところで、うん、やっぱでもいろんなものが融合して、うん、あの最終的に世界が一つになればいいなって私は思ってるんですけどね、うんうん、確かにです ねということはやっぱりフラメンコに少し歌舞伎を、はい、もちろんそうです取り入れながらまあ、要素ですけどねそう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 、あ、うんうん、歌舞伎の格好をしてフラメンコを踊るのも面白いでもね一回あったんですよ本当あの愛の誰だっけあの忘れちゃったあの、うん、いやあのねあったんですよそうフラメンコと歌舞伎がね、コラボレーションしたのがあったんですよ、ちょっとごめんなさい名前ど忘れちゃったごめんなさい、まあまあまあ、うん、そういうのがあったんですか。あったんです、あったんです。そう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 。なんかもう完全に別物っていう感じで融合することないのかなと思ったんですけど。融合してました。へえ、面白いな。そうだった。そう、私それ舞台見に行きたかったけど、うん、東京の方だったのかな、うん、かな。こうタイミング合わなくて見には行けてないんですけど、はいはい、ありました。へえ。うんうん。まあ、萌子さんがこの北九州からっていうことで何か、はい、ね、うん、あると面白いですね。そうですね。そうそうそう。よろしくお願いします。頑張ります。さて、ツアーが先々決まってらっしゃるんですか、はい、そうですね、うん、そうついに今月からなんですけど、はい、11月の23日、うん、まずここを皮切りに、はい、群馬前橋市の方で公演します、はい、そして12月の13日、はい、金曜日の日に、大阪の方で、うん、夜公演をやって、うんでまあ、1日挟んで15日の日曜日に鳥取に行きます、はい、北九州は一切なし北九州は一切なしですね今回あの今回ね上の方攻めてみようと思って西の方ですね、はい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 、で最終があの12月の22日に広島でやります、はい、4カ所、うん、一番近いとこが広島なんですねそうですねそうだ ね広島ですね、はい、うんうんということでそうなんですよ、うん、ツアーもなんか考えてるんですかどういう風なテーマで行こうとかテーマは、まあ、あの夏ね九州回ったんで、はいまあ、その延長みたいな感じで今度は九州を飛び出して、うん、あの上の方行ってみようかっていうことで、うんはい、行くので、うんまあ、基本的にはそのファーストアルバムの、はいはい、曲をやって、うんはいまあ、それをちょっと広めていくという感じですかね、うんまあ、今回ももちろんその行った先の、うんフラメンコそうですね地元の踊り手さんにあのコラボしていただいて、はいはい、であの日本語のフラメンコで踊ってもらうとうん、はい、なんかいいですねそうやってこう
北九州中だけじゃなくって本当北九州から発信するっていう、そう、北九州から発信していく、うん、あのアーティストになりたいので、はい、やっぱりね地元あってのラモエコなので、うん、はい、そんな感じで世界に向かってですね大きくね夢を大きく ね、はい、夢くはい、ぜひねあのツアーあの頑張っていただきたいと思います、はい、それでは1曲挟みましてまたお話の続きいきたいと思います、はい、曲紹介お願いします。はい、ではラモエコでアモール愛の歌。光浴びてこの体中に溢れる、でも愛で満たされて心の中こぼれる、冷え切って震えるその
時刻は1時19分を回っています。ここでお知らせです。西小倉駅前にある小さなケーキ屋さんパティスリーチップマンク、11月のおすすめはいちごのショートケーキです。そしてクリスマスケーキのご予約も受付中です。ご予約はご来店の際のみとなっています。ご来店時に引き換え券をお渡しします。パティスリーチップマンクのケーキでクリスマスをどうぞお楽しみください。そしてフラメンコ教室グラシアフラメンカ、全国でも珍しいケーキ屋さん併設のフラメンコ教室です。人生に潤いと情熱を与えてくれるフラメンコ、皆さん始めてみませんか。さて時刕は1時20分、ただいまラ・モエコショーをお送りしております。さあモエコさん、はいね、ツアーがこれから始まるということなんですが、 まあ、その前にですね、うん、この間、先日行われました、はい、11月10日に、ね、行われました、はい、フラメンコライブ、うん、いかがでした。そうですね、そうこれね毎年恒例のライブになってるんですけど、はい、スペイン人のアーティストを呼んでというか来ていただいて、で私もねここでは踊るんですよ、珍しく。そう踊る方が珍しいんですか、はい、今最近。そうですね、だから本当にね気がついたら去年のそのスペイン人ライブから踊ってなかったんですよ、はい、私本番で。あ、もう教えることはね、そうそうそう、踊って教えもちろんやってるんですけど、あ、そういえばな踊ってなかったなと思ってなんか珍しく、はい、ここ何年かは1年にね何回かは踊ってたんですけど、はい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 、本当に1年間踊らなかった年っていうのがすっごい久しぶりだったんで、そう、だから久しぶりに踊りました、まあ、それだけ歌の方に力を入れているっていうね、そうそうそう、去年ね今年にかけてはね、はいはい、特にそう歌の方がやっぱり忙しかったから、全然踊ってなかったなと思って、でもやっぱ踊ってると楽しいですね、はい、それはそれで、うんうん、いいですね。そうで本当にね、生徒さんたち、一部で生徒さんたちが踊るライブをしてるんですけど、はい、生徒さんたちもこの1年に1回のね、うん、本場のスペイン人のアーティストだから、やっぱり日本人の人をバックに踊るのとはまたちょっと勝手が違うというか、雰囲気も変わるし、で場所も、まあ、文字のブリックホールさんでさせてもらってるんですけど、はいはい、まあ、雰囲気もすごくね、いい中で、こういつもとは違う緊張感で、みんなも本当に楽しんで踊ってもらって、いいライブになりましたよ本当、うん、お客様もね結構ねたくさん見に来てくださるイベントで、毎回満席状態なんですけど、すごいねみんなあったかい、はい、見に来る人もあったかい目で見てくれるし、なんかすごいなアットホームなねいいライブに、はい、今年も無事終わりました。生演奏があっての、だから、うんうん、ステージブリックホールさんのステージですよね、うんうん、に生演奏ギターとかが乗って、 そうですその前で踊るわけですよね。そう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 、下じゃなくて上ですね、うん、上です上です。何人ぐらい乗ったんですか。群舞はね最大で4人だったかな、4人、うん、あんまりあっこもねそんなにステージが奥行きがないのもあって、うんうん、たくさんは踊れないから、はい、一応その少人数で踊りにチャレンジするっていうコンセプトで、だからまあ多くても 4,5 人ぐらい群舞の場合は、あとはソロにもチャレンジしてみようって言ってソロで踊った人たちもいて、そう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 、生徒さんたちも緊張したんじゃないですか。ねえ、多分ね、私はこうみんなのね心の中までは覗けないけど、まあでも毎年挑戦しててこう結構離れしてる人たちとかもいたりはするし、でまあ今年初めてねソロに挑戦した方ももちろんいるんですけど、はいはい、楽しそうに踊れてましたよ。そういう曲とかっていうのは生徒さんが自身で選ぶ、はい、そうそうそう、今まで習ったことがあって踊ったことのある曲の中から自分がソロでやってみたいのをチョイスして、そうチャレンジするっていうね、チャレンジ企画なんですよ。へ、うんうん、そういうのは個人レッスンとかでレッスン見たりとか、はいはい、チェックして、一応ここはもっとこうした方がとか言って偉そうに言ってますけど、もっと私が一番できてないかもしれない先生ですから
あのそういう場所でね、うん、しかも先生たちそしてあの素晴らしいミュージシャンだったりとか、はい、そういう方々の前で踊れるのってすごいですよね、うんうんうん、そうすごい貴重ないい、うん、そう時間だなと思います。うん、うん、これは年に1回そう年に1回だけ、うん、だいたいね10月11月あたりにやってて、うん、まあ、去年はねちょっと早くて9月にやったんだけど、はいはい、今年はねそうあの例年通りの11月開催で、うん、だからまた来年もねできたらいいなとは思ってるんですけどね、うんうんうん、これは誰が呼ぶんですか。あのね呼んでるのは大阪にいらっしゃる踊り手さんで龍子みゆきさんっていう方がいて、はいはい、で彼女が毎年呼んでるんですよね、うん、でそれで北九州にも連れてきてもらって一緒にみゆきさんともコラボレーションでライブをするっていうことで、うんうん、そうそうそう、あじゃあ大阪にまあ一旦呼んで、うん、そうですね、そう、それでちょっと近いところにこう行きますみたいな感じで、はい、面白そうですよね、はい、もうね見に行きたかったんですけどこの日ちょっと仕事だったので行けなかったんですけど、ね、忙しいでしょうからね。いやでも迫力あるでしょうね。いや多分、うん、生ですごくやっぱ生の歌と演奏はね、うん、素晴らしいし、うん、あの一度見に来てください、はい、ぜひ。先生はどうでしたこの日この日、うん、私ねこの日も衣装がねちょっとねいろいろトラブっちゃって、あら、うん、あの袖口がね自分の着てた衣装のこうベストがついてた衣装なんだけど、はいはいはい、そこのホックにずっと引っかかり続けて手を上げたいんだけど上げられないみたいな状態で、本番中そう、それがもう初っ端からそんな感じになって、うん、あーやばいこれ止めてなきゃいけなかったと思って、うん、もうあの踊りの途中で、うん、もう開き直って、うん、みんなの前でこうやって止めて、うん、これでよしみたいな感じでちょっとよしってやってまた踊り始めたみたいな。そうそう、でももう引っかかるのが気になっちゃって、うん、やっぱりね、まあ、これは私のねミスですけどね、はい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 、そうそうそう、まあ、でもそれそういうのあって、まあ、生徒さんたちあ先生今手が挙げられなかったこのせいだったんだとかなんかねわかんない気づいてた人もいるし、うん、いやあれ振りかと思ったとか言ってる人もいたし、案外気づかないものかもしれないですね、うん、なんかはね、うん、まあわからないんですけどね、うん、そうそうそう、まあ、でもねすごいやっぱりあのバックのあの歌とギターにちゃんとこう聴いて楽しんで、自分自身はすごく楽しかったんですけどね、でもまあもうちょっとちゃんと踊りたかったなっていうのはあるんですけど、うん、まあでもいいステージになったわけですね。はい、はい、そうです、楽しかった。あのこれから、うん、あのツアーが始まるじゃないですか、はいはいはい、まあ、こういうライブもありその自分 の, そのファーストアルバムのツアーがありって、うんうんうん、北九州ではそのフラメンコ教室して の, そのステージとかっていうのも他にないんですか、うんうん、年内とか年内はね、うん、あったかな、いやもうないかな、うん、教室としての何かイベント的なことはないかも、うん、ないかも、うん、じゃ あ, あの萌子さんとしての、うんうん、まあ、歌もう北九州ではないってことですね。そう年内はねもう何回も言われてますけど北九州では、まあ、萌子さんのステージで見れないと、いやまだわかんないですけどね、これからもしかしたら、 急になんか決まるかもしれないし、うん、その辺はちょっとねあの本当にこうわかんない世界で、うん、なんか本当突然オファーが来たりとか、うん、そういうのはね本当なきにしもあらずなので、うん、もしかしたらどっかあるかもしれないけど、うん、今のとこ確定してるものはないですね。うん、まあ、実際ね皆さん、うん、あのぜひ見に、ね、行っていただきたいなと思うの で, そうです、ね、うん、よかったらお伝えしたいと思いますけど、うんうんうん、はい、でもあのここで萌子さんが見れる、うんうん、音が聞ける、はい、ビジョン、あそうなんです、うん、実はですね、はい、今月からスタートしたんですけど、うん、あのリバーウォークの、はい、ビジョンあるじゃないですか、川沿い の, あのに見える大きなビジョンと、うん、はい、あとリバーウォークの館内にある噴水があるところの、はい、広場のところ、はいはい、あのビジョンに、うん、ラモエコのコマーシャル流してます。すごい、えこれは本人顔 見えるんですか。顔ねチラッと、あ本当にチラッとだけね、うん、本当に誰っていうぐらいの、でしかも15秒しか流れないから、ええ、本当一瞬の出来事なんだけど、ええ、まあ、でもアモールをあの、はい、サビのところちょこっとかけて、であのびっくりさせるみたいな感じで急に音が出るみたいな。1時間に何本、うん、ね5回ぐらいは流れるんじゃないかな。で朝の8時でしたかね、8時から夜の、はい、外はね10時までで、うん、中のビジョンは11時まで、うん、が1日中あの流れているので、うん、一応3ヶ月間流してみようかなっていうことで、うん、今流れてます。あのあれじゃないですか、ちょっと誰の曲も分かんないけど、うん、あこの曲みたいな感じで、そうそうそう、覚えてもらえるといいなと思って、ね、ね、まあ、毎日見てる人がいるかどうかなんだけど、あ、うん、でもあそこ人多いですもんね。結構そうそう、で今ちょうどねイルミネーションの時期とかで歩いてる方も多いから、まあね、誰かしらこう目にしてくれるといいなと思って、
そうやってます。あそこあの、うん、広場の方の、ビジョンの方は、はい、噴水のところですね、うんうんうん、あそこやっぱ目来ますね。私も昨日それこそ行ったんですけど、ね、ごめんなさい、あの萌子さんの CM には合わなかったのか、うん、気づかなかったんですけど、けどあーって、あ、うん、アナ雪の CM とかあったりね。あ、そうそうそう、映画の CM 結構やってるからね。そう、うん、そうそう、パッと見て、うん、あーそうか、うん、そんな時期来るもう来るんだなと思いながら、うんうんうん、そう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 、あそこにも流れますよ、うん、やっぱこう見てしまうので、うん、で周り見てると結構人が多くって、うん、そこでなんかくつろいでる方とかもね、そうですね、座ってる人がね、あの、うん、時々やっぱり見てる人いるみたいで、だからまあ誰かしらね、うん、目にしてもらって、うん、あの人なんだろうってちょっと気にしてもらえるだけでもいいかなっていう思いを込めてですね、ちょっとね流してみようと。なんか面白いですね。それも自分で探したんですか？そうそう、たまたま、見つけて、うん、まあ、うちのエグゼクティブプロデューサーがですね、うん、見つけてくれて、でやってみようかっていうことでですね。でちょうどその時にね、私がリバウォークの中の島村ガキさんに、うん、あの島は、うん、島村レコードかっていうコーナーがあって、うん、あそこにラモイコ の、 あの CD を置いてもらおうっていう話をちょうどしに行こうって言ってて、うん、でじゃあリバーウォークのビジョンで流してる時にちょうどあの販売も始まればタイミングいいよねっていうことで、そういうのも合わせてなんかちょうどまあタイミングが良かったからやってみようかってなって、そうなんですよ。ぜひ探しに行ってください。1時間いれば、あ、絶対見れますから、絶対見れるから。1時間いなくてもね、うん、15分ごとぐらいかな、多分、うん、昨日ね私実は初めて見たんですけど、自分で、あの実際ね、うん、そしたらやっぱ10分か15分後ぐらいにもう一回見れたから、うん、あ、なんか1時間いなくても全然この2回は見れるかなと、うんうんうん、ぜひあのライブはあの北九州ではありませんけどビジョンを見に、そうですね、うん、だから、まあ、あのちょっと北九州でもね、うん、ライブできるように、はい、あの本当いろいろ考えてはいるので、うん、ええ、その時が来たら待っております。お知らせします。はい、お願いしますということで、あっという間に時間となって、はい、しまいました。何話したっけって感じ、ね、第2第4木曜日の午後1時からお送りしておりますが、はい、萌子ショー、今度は次の次ですから、うん、今日が7日でしたっけ。はい、そうですね、21日の、はい、21日です、はい、放送となりますので、はい、またよろしくお願いします。ラ・モエコショー、この番組はパティスティーチープバンクグラシオフラメンカの提供でお送りしました、はい、それではモエコさん、最後に曲紹介お願いします、はい、それでは最後にお聞きください。ラ・モエコでベンテコンミゴ。ありがとうございました。ありがとうございました。なんでそれは奇跡、偶然出会った、今までどこにいたの、昨日まで知らなかった、でも全ては必然、出会うために生まれた、同じ時代会おうと約束していた。宇宙の片隅で僕らはずっと前からつながってた。ベンテ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 ベンコミゴ、同じだけ笑い合った。宇宙の片隅で僕らはずっと前からつながってた。ベンテ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 ベンコミゴ、ベンテ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 コミゴ。
vente, 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 ven conmigo. Vente, 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 ven conmigo.